さて、何か話しますかね。井田尾さんをちょっと聞いてみましょう。CAW のメンバーだった井田尾さんというところ知らないか。今山崎賢治本人である疑いのあるその男の名を口にした。しかし、里見の返事は意外にもんだった。まあ、私のデータベースにはあったでしょう。覚えてますよ。当時から CAW を盲目的に方針し、信奉していた人物。あ、盲目的じゃない、盲目的にか。信奉していた人物。プログラマーとしては大したことはなかったみたいですね。やた対抗総合発掘せがって、どちらかというと、アジテータ気類だったらしいですね。そうなのか。運の脳裏に応じて CAW は、アジテートした少女が浮かんできた。少女。腕や光。静かに呟いてウェグミをする。あなた方がどういう調査をしているのか知りませんが、私の主観から言うのは彼は山崎賢治ではない。そもそも当時から彼は山崎賢治を信奉していたと記憶しています。しかし、偽装工作って専門家だろう。このままそう聞かすと、里井が口をしてくる意欲に振った。まあ確かに、しかし彼のその後の仕事ぶりを見る限りだと、とまんな大事を図れるような人物ではないかと。図れるじゃない、たばかるか。たばかれるような人物ではないかと。まあ、信仰心がこうして神父になったっていうところは確かにまともじゃないですが、ますます厄介なことになりそうだ。裏手を仰いでため息をついた。政府が緊急の情報公開を始めたそうだが、ああ、ついさっきラジオやテレビで臨時放送が始まりましたよ。このままだとパニック寸前だ。そう言いながら、里見ももはやお手上げと言わんばかりに両手を広げた。らしいな、ここへ来る途中でもあちこち見かけた。で、具体的にどんな内容だったんだ。一つは世界中のネットワークが消滅している状況の説明と、政府はこれに対して全力で警備体制を行うっていうお決まりの声明です。具体策は何一つ発表されていない。里見は皮肉っぽい笑みを浮かべてそう言った。それと論気をする。俺はそのお決まり文句を述べる側の人間だが、里見の議員は全く同感だ。ヒデタはクソ真面目に手帳に必死にメモを取っている。もう一つは、リューリスの概要をネットで公開するってことですね。リューリスか。一体あれはどれほどすごいものなんだ。私は別に心身深いわけじゃないが、概要集だけの到底人間が作るものとは思いませんね。若い頃のようなそんな単語とは一緒に伏していたかもしれない。だから、このままの展開を考えても、背後に確か人知を超えた何かが存在しているように感じられる。ましてや、ここにいる全員がかつてあの事件に関わっているんだ。この事件、前作？そういうの伝えたいことがあるって言っていたな。ああ、そうそう。悟りを思い出したように、つぶやくと奥にあるパソコンの方へと向かい軽キーを叩いて画面に戻り込んだ。ナノミアについてある程度調べついていますか？ああ。そう答えながら、もう一度ヒットと立ち上がり、里見の横に並んでパソコンの画面を覗き込んだ。ネットを探っていったら、こういうものに見つかったんですよ。第四期計画。出た！第四期計画。飾り気のないそのサイトには、大きな文字でそう記されていた。うぐし酒を言ってましたね。先ほど教会で耳にした言葉の頭を駆け巡る。はっきりとは聞き取れなかったが、確か連中の話の中にこの第4計画になること、第4期計画ね、なる言葉が出てきたような記憶がある。これは、ナノウェアの予期プロジェクトのサイトで侵入はもちろん非合法。悟りはそう言って肩を攻めた。聞かなかったことにしておこう。俺はそう言って口をするとヒデタを振り返った。何も聞いてないわよ。ヒデタは苦笑いを浮かべたそう言った。一言で言うと、これは世界のネットワークが消滅した後に始まる予定の復興計画にナノウェアが独占的に関わることを意図したものです。よくありそうな話だが、ナノウェアの創始者にして世界一の富豪、アーサー・ヘルトマン。ナノウェアは彼の弾き出した計画に沿ってこの世界の終焉を高みから見下ろしている。世界一の怖すぎものだな。裏で巨額の金を動かし、世界の崩壊とその復興を商品にしようとしている。やはり彼は常人とは違いますよ。悟りの言葉に俺は無言でつぶやい、うなずいた。確かに、こいつはケチな政治家と、時計屋の裏取引とはわけが違う。ですが、そのためには来るべき世界に似合うセキュリティシステムの構築が必要となるわけです。そのために必要なものは、ウイルスを作った諜報人か。そう、山崎賢治、そして世界最高のプログラマーと称されるジェレミー・アサギリ。なるほど、そういうことだったのか。なるほどね。そういうことか。
ついに、いよいよ目的が微妙、うっすら見えてきましたね。ジェレミー、アサギン、失踪、山崎健治、そして名古屋ジャパン、みたいな感じだな。急に名古屋ジャパンに飛んじゃいましたけど。俺はそう言って言うようになりました。それで少なくとも複雑に絡み合った糸の一本は解けたわけだ。それで名古屋はあんたに必死だったのね。ヒータが石にしたように腕組みをしてうなずいた。もうたまには鋭いことを言うじゃないか。たまにはって何ですか、たまにはって。ウレツラをしたヒータさんを眺めながら、おととさといが顔を見合わせで苦笑した。と、その時、ふうに電話の音がした。あ、ちょっと失礼します。ヒータは素早くポケットが開けたり取り出すと後ろを向いて小声で話し始める。内容までわからないが、どうやら上司からの呼び出したし、はい、了解しました。すぐに戻ります。そう言ってヒデタは電話を切ると俺の方を振り返った。すみません、浅田さん、上司からの呼び出しですぐに警視庁に戻ってくるようにって。そうか、どうやら動き出したようだな。俺の言葉にヒデタは深刻な表情でうなずくと軽く会釈して出口へ向かった。ヒデタ捜査官。はい？無茶はすんなよ。ヒデタは微笑みを浮かべて、敬礼した。この件が済んだら3人で飲みに行きましょう。よかった、あなたはどうですか？ストイがそう言って俺の肩を叩き、微笑みを浮かべて、ヒデタに頷く。ヒデタも頷き返すと、お茶ごちそうさまでしたと言って、ドアの向こう姿を見せた。すっかり大人になりましたね、彼女も。うん、まだまださ。そういうセリフが出てくるってことは、老化現象のあれですよ。余計なお世話だ。そう悪態つくと、俺は軽く脱ぎをした。さて、俺もそろそろオフィスに戻らないとな。ゆっくり話して暇がなくて残念なことだけどな。4人で飲みに行きましょう。あなたとは良い友人になれそうだ。そんなことを言われたのは初めてだ。4人。え、ちょっと待って。里井でしょ？ヒデタでしょ？浅田でしょ？もう一人誰よ？吉川はもしかして。わかんねえや。そう言って俺は一瞬遠くを見つめるような気分になった。明日には本当に何事もなかったかのようにまた顔を合わせることができるものなのだろうか。明日正彦が停止出すのは何も変わらない日常か、それとも、俺の思いを察したらしく里見の深刻な表情になっている。世話になった。そんな重苦しい空気を振り払うような楽器を振ると里見にすぐ向けて出口へ向かう。いずれまた。里見の言葉に俺は肩越しに軽く手を振った。里井のマンションを出たところで今度は俺の携帯が突然鳴り出した。あまり出たくない心境だがまあそうも言っていられない。俺だ。浅田さん一概です。今どこにいるんですか？千葉県の向こうで一概何やら狼狽した声色で話している。ん？これはもしかすると。なんだ一概かどうしたんだ？どうしたのこうしたの全然連絡をよこしてくれないか。課長カンカンですよ。やっぱりな。浅田！いきなり千葉県の向こうの声が変わった。そう、どなんねん。聞こえるって。聞こえてるって。今、どこにいる？まあ、昼時ですからね。エキスマを食ってた。冗談言ってんのは怒るぞ。ほんとで、だってもう昼飯時だろ。まあいい。冗談はそれぐらいにしておいて本題だが、やれやれ。ナノメに一杯食わされた。来た日は今今しそうにそう言った。一杯食わされた。我々が小では機械に引き渡しの名の上に申し出たことは聞いているな。まあな、当然断られたんだろう。言うな。だが、いずれにしても意味はなかったんだ。どういうことだ。連中は小では機械の身側なら最初から確保しちゃいなかったんだよ。それどころか？ね。カタカナじゃなくて英語ですか？ジェレミー・アサギのスカの名の上が見当たらないそうだ。二人とも目下消息不明。なんだって？そうだなと、北広は自重したかのような笑い声を上げ、思いっきり下打ちした。要するに、ナノウェアはこちらが考えていたほどには事件の核心に迫っていたわけではないということか。結局そういうことは連中は何も言いちゃいなかったんだ。これでまた振り出しに逆向いた。クソったれが。かなりカリカリ来ているようだな。電話の向こうの焦燥しきった、北広、焦燥だっけ。北広の姿が脳裏に浮かぶ俺は思わず含み笑いを漏らす。何がおかしい？いや別に、恐ろしいくらいの時刻にな。まあ確かに頭に来るが済んだことをするとして、まずは出来事から片付けていこう。賛成だ。北広はやや落ち着きを取り戻してこれでそう答えた。
先ほどお前が1枚に渡した M モールはとりあえず1枚に電話を買う。買う1枚は。あ、はい、浅田さん。あ、俺だ。M モール紹介と確認終わりました。何か分かったか。すごいですよ、この M モール。2013年から14年にかけて CAW にかかった人間すべてのデータが入ってます。GIA や警視庁もここまで持ってないかと。そうか。この里見という男見かけに言わずそうはもんだな。そうじゃん、くせ者か。